はいどうもこんばんは、こんにちは、エビプールです。そうなんです、私エビプールなんです。はい、ということで、ランクマッチやっていきましょう。今回は、お相手822の方ですね。今6連勝中かな俺は、ということでやっていきましょう。で、はい、今回コメ見ます。はいはい、絶望はい絶望しか見えない、この調子の悪さ、これやばいでしょっていうことで、もう変えるとこがないんですよね。ディフェンダー2人入れたいんで、やっぱり4バックというか、デリフトがボランチできるんで、ボランチでね、まあデリフトしていこうと思ったんですけど、あもうデリフトもダメだし、もうみんなダメ、もうほんとこいつらこいつら何してんのっていう。前線がやっぱりネイマール絶不調、ティモシー絶不調、イウリ不調で、みんな好調以上が前線に誰もいない。もう絶望、もう見える敗北、もうどうしようもない。で、この時はサウルをセンターハーフで使って、こういう時はもう本当に理想としてはメッシーに変えてブランと、あ、てか、キーに変えてブランと、メッシーに変えて、サウルでセンターハーフで使って、マクケニーのとこにデリフト入れるっていう感じですかね。もう仕方ないんで、どうしようもないんですね。最初から不調を使うよりも、なるべくね、普通の選手を、使って、で、後半からスパサブ、もう後半の開始からでいいと思う。開始からスパサブを入れるっていうような。そっちの方が絶対いいからね。じゃないとさ、もうみんなもうやる気ねえからさ、もう なんこいつらって、俺カツ入れたいんだけどね、エビっつって、エビベベベ、うーって言って、なんとしてもやる気を入れたいんだけど、こいつらやる気ないからね、もうどうしようもない。だから本当は、あれだね、試合前からそうやって言っとけばよかったんだけど、この試合ちょっとやってなかったんでね、ちょっとこれからやろうとしようと思ってますね。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。ということで、はい、始まりますね。はい、こっからですね、今、ただいま、深夜になります。大家さんが起きてくる頃、はやばい。まあうちの大家さんはもしかしたらすごい夜型の人間かもしれない。夜勤大家かも、夜勤大家と言われてるかもしれない。夜勤大家と言っても過言ではないような形でね、クロス入れたんですけどダメでしたね。やっぱりもうみんなやる気ない。ほら、ここもやっぱね、やる気ないから足の伸びが足りない。もうちょっとやる気があれば、もう身長も伸びるぐらいの気持ちができたんだけど、もう全然やる気ない。はい、ここもほら、エンゾンジ今取ろうとしたのに、なぜかエンゾンジ取ろうとしたのになぜか股と股の間をね、こうね、すり抜けていくスタイルでね、やっぱエンゾンジの得意技、股と股の間をうまいこと通す守備。はい、ここもグラグロ、適当だけども、みんな反応できない。今多分ね、今反応してたら、まあ、モイズキングが好調だったら今足伸びてた、あそこまで足伸びてたからやったんですけど、ダメでしたね。モイズキング不調なんでね、足が伸びない。もう赤ちゃんみたいな足の伸び方しかしない。そういうことなんでね、どうしようもない。はい、ここでロナウド呼んでます。ロナウド、ほら、ロナウドはちょっとね、調子普通ぐらいなんだけどね、これダメ、もうほんとピケのもうジャスタックルってやつですね。あ、やばい、これ前回もやったやつ、ジャスタックルとか言ってたらね、ちょっと誰かさんに、ま、やめ怒られるんでね、すげえこねてくんじゃん相手、やべえな。で、エンゾンジからティモシーじゃない、もうティモシーとキーンね、背格好一緒だから、いつも分かんない、誰がか分かんない。ここでメッシは普通だからね、前回メッシコパとか言われたけど、今回は何と呼ばれたい。やめて、呼ばないでって感じなんで、呼ばないで、もう今回は無名です。メッシは無名で、いや、ここもずれる、ほんま全部ずれる、もうどうしようもないってことでね、はい、カウンター受けます、ここから。エンゾンジで中受けをすれば、なんとでもなるわけではないんだけどね、まあ、なんとでもなったってことで、オッケー。で、ロナウド、メルテンスから、はい、これもうほんとやる気ないから、もうゴミみたいなパス、もうこいつら、ゴミ収集所に、で、働いてると言っても過言ではない、おかしい。で、はい、ここもほら、全然足が伸びない。いつものメルテンスだったら、今、あそこから足を伸ばして、そのままゴールっていうこともあった。そのまま足伸ばしたのがそのまま入るってこともあったのに、なぜかダメ。てか、ちなみに今、また言いますけど、また深夜です。深夜で、大家さんが起きてくる。夜勤明けの大家さんが起きてくるんで、ちょっと静かめに行きたいんだけど、まあ、なんとでもなるかなっていうことで、まあ、ちょっといいやって思ってね、ちょっとここもね、うまくここでキーンが空いて、けど、マニキューされて、ほら、この甘いシュート、モイズキーン、どうしようもない。モイズキーン、やる気ない。前回のお前はどうした？パスタとか言ってたくせに、今回はどうしようもない。あ、パスタとか、ゴエモンパスタとか言ってるのは、前回の動画を参照にしてくれれば分かりますね。前回はゴエモンパスタゲーでした。本当に。ウィーレはゴエモンパスタゲーだったと言っても過言ではなかった。ってことで、どうしようもないですね。はい、ここ、パウリーニョ持ってますね。ジョーダン・ヘンダーソン使って、そのパスは冗談じゃねえよって言ってね。ああ、まあ、いや、今のは大丈夫。今のは視聴者の気持ちをちょっと代弁しただけ。うん、そういう時あるよね。そういう時もあるから、まあ、しゃあない。ここもね、ブスケスからセルジュ・ロベルト。ここもパウリーニョから、ここもほら、もう冗談じゃねえよ。
あ、まあ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 、本当2回目、2回目、もう3、大阪の方で確か天丼っていう言葉があって、最初3回目までは大丈夫なんで、もう1回言う可能性はありますね。で、なんか、もう全然プレーのこととかどうでも、ここ負けにはドイツなんでね、ほら、メッシュどうしようもない。ほら、と思ったらね、こういうことなんですよ。皆さん、やる気ないと逆をシミュレーションしてく。こうやって。こうやってシミュレーションしていけば、なんとでも相手の心をすべてぶった切ることができる。そういうことです。今見ましたか？この目、もう全然、そこ映せよ。そこ映せ、制作者。まあ、ということでね、今、ダメだったんですけど、なんか知んないけど、まあ、うまいこと言ったっていうね、相手の心を折ることができた。成功しました。ここもロング、丸のロングパスを使って、ここ空いてることを確認して、もう一件からもう一回ここを使ってね、で、ここでマイナス2、ドイツ。ここでウインナー。ここでウインナーシュートですね。ウインナーシュート、決まりました。もうフランクフルトみたいな、ウインナーみたいなシュート入りました。はい、ということでもう 2-0 ですね。今のは結構動きが良かった。あのケチャップをつけなくても美味しいぐらいのウインナーが今ので出来上がったとは思います。僕個人、あ、やばい、ここでやる気あるメッシはやっぱり、けどキーパーはノイアーなんでね、あの大丈夫、フランクフルト出身かよくわかんないけど、今のはちゃんとマスタードをちゃんとかけるような手さばきでしたね。ここもそうでしたね。ちゃんとマスタードかけてます。ノイアーマスタードかけてますけど、なんかからしが苦手みたい。ノイアーはマスタードは好きなんだけど、からしが苦手みたいだから、そこだけはちょっと、あのノイアーと出会った時はからしをあげる、からしは絶対あげちゃダメ。わさびは好きみたい。まあ、それはなんかあの Google で調べれば大丈夫。ノイアーわさび嫌い、あ、ノイアーわさび好き、からし嫌いって調べれば多分出てくる。一番上にね、マヌエルノイアって出てくる。ほんとこれ検索してみ、マジで。けどこれで検索して当たんなかったじゃないかよって言われたら、それは俺責任持たないし、正直、うん、それは俺の責任されてもちょっとどうかなっていうところはあるから、まあちょっとやめてないっていうことね。ここもね、うまくムービング使って裏抜けようとしたんだけど、やっぱちょっとね、あのここうまく読んで、ここはポルトガルでうまく読んだ。ポルトガルからほらポルトガルだけどね、ほらここ見て、ここのベルギーあのもうワッフルの動きがね良くない、マジで。メルテンスね、スパサブ以外で使うとねちょっときつい。俺絶好調でもメルテンスはあんま信用しきってない部分はある。ここやっぱフランクフルト適当すぎる。けどフランクフルト出足が早い。やっぱりフランクフルトで生きてきただけあるね。やっぱりよく言われるんだよね、フランクフルト。俺よくフランクフルトって言われるんだけど、なんだろうな、フランクフルトで生きてるとやっぱり結構出足が早くなんだよねってよくね、マクケによく言ってた。俺のね友達が言ってた。ほんと友達が言ってたんだよね。あのなんかフランクフルト結構ね出足が早くなんだよねってすごい言ってた。ここまでうまくね、エンゾンジね、身長でかいんですよね。やっぱ身長でかいっていいですよね。俺ほんと身長小さくて、なんだろう、小学生ぐらいの時はめっちゃでかくて、え、ここは冗談編だ。あ、ちょっとね、もうダメ。その流れをやめとこう。しかも適当に言っちゃったせいで何言いたいのかよくわかんなかったってことでね、ほんと身長が話を戻すと小さくて、小学生の時はでかかったんですよ。160ぐらいあったんですけど、中学生から全く伸びなくなって165でしたね。で、こっからね、スパサブの出番ですよ、皆さん。ん？左下なんか変なマーク出たな。ちょっと待って。あれということで、あ、そういうことですね。やっぱり PK で心折るとこういうことができるんですよ。皆さん覚えましたか？ああいう調子が悪い時はマリーシアを使ってこうやってあのね、ギブをさせればいいってことでね、いい、まあ本当結局そういうことなんですよ。ウィリアマリーシア、ゲームはマリーシアみたいなこと、本当そういうことですよ。ってことでね、ちょっと時間が余っちゃったんで、監督見てます。あの8分の動画だとちょっとやばいかなと思ったんで、ちょっとなんかな、ね、スパゲッティみたいな名前のやついたけど、何イタリアなのこいつ、なピザリアみたいな、こいつもイタリア、ムラトヤゲン、ちょっとムラ、それやめよう、広告ついた時に怒られる、ムラムラとか言ったらダメ。次、はい、次、ウリシティリケ、よくわかんない、ちょっとほんと全然、こいつ操作早すぎてダメだな。ってことで、こっから一回動画切れます、ごめんなさい。動画切れたと思いきや、あの、うまくつなげたんで、なんとでもなるっていうね、これが技術、俺の。ってことでね、ランクマ行こうと思ったんですけど、ちょっとさすがに2試合はやばいだろうと思って、2試合連続ギブとかだったらうまいけど、そんなうまくはいかない、このゲーム。ってことで、やっていきましょう。ここでもうちょっとね、もう、ほんと、試し、ちょっとね、運がね、あの、なんか運が良かったから、ちょっとトップエージェント引いていこうと思って、誰が欲しいかって言ったら誰も欲しくないです。ただにデリフトをレベマにしたいから、それをしたかっただけですね。で、ここで、まあ、適当に引いてきますね。ここで、はい、出てきたのはボカジュニオルズの名前はイスケルド、え、イスキエンドス。俺が親だったらそんな名前はつけないけど、ちょっと名前が長い、ちょっとなんか3回言ってみよう。イスキエンドス、思った以上に言いやすかった。ここでアリーシビダルですね。1回骨折しちゃってね、バルサでダメでしたね。まあ、結局ハゲだからダメってことですね。やっぱハゲはダメ。俺もけどね、おじいちゃん
ちゃんハゲてるから結構ハゲる可能性はある。だから本当ハゲはダメとか言ってる場合じゃない。で、ここでハウメコスタですね。ジエゴコスタの劣化版ですね。本当ダメですね。本当コスタって名前つけたらジエゴコスタの劣化版になるからね。で、こっから俺当てていくから。俺がどれだけサッカーを好きかね、皆さんに教えてあげる。あ、もう来ましたね。これもうこの時点で分かりました。バートランドですね。もうこれマジでバートランド来たらやばくね。え？マジで来た？やばくね？マジでバートランド？やばいやばいやばい、マジでバートランドじゃん。天才すぎる。天才すぎる。やばくない？あの時点でバートランドが来るって分かってるからね、俺は。もう神すぎない？次俺当てるわ。もうこの時点で当てるわ。バシンだよ、絶対。これでバシン来たらマジでお前らみんな俺に1000円マイクラブコインぐらいあげろよ。これでバシン来たらやばいからな。お、マジで、ロシアじゃん。ロシアなの？マジで？マジでやばくね？これバシンくんじゃね？え、マジ？え、これバシンじゃね？このマーキュリアル。マジでバシンじゃん。やば、マジで。やば、マジで。やばい、マジで。ちょっとみんな俺にマイクラブコインくれよ。今の絶対当てたんだから。ちょっと DM 待ってます。バシン当てるなんてすごいですねっていう DM 待ってますね。ということでね、こっから、何をしていくかっていうと、もうほんと混乱してます。混乱してもうほんと動画のネタを見つけてる。とりあえずメンバーリスト見て、あ、そうだそうだ。こっからデリフトをレベマにします。デリフトをレベマにします。獲得日時にしてから、獲得日時が見つけられない男。ここでやっと見つけて、ここで、R3 ボタンですね。ここで、これ、チェックね。これ R3 ボタンをやるとちょっと見やすいっていうね。ここでジエゴコスタのあの劣化版をちょっとしっかりね、しっかりレベルトレーナーにしていきます。うん。今の動きは良かったと思う。本当に。うん。今のは参考にするべき。で、ここからデリフト。デリフトどこにいる？デリフト、いました。デリフト62レベルだったんですけど、マイクラブのスペシャルトレーナーでレベマになりませんでした。ちょっとこいつやばすぎる。レベマにするのに時間がかかりすぎる男。マタイスデリフトやばすぎる。ということで、やっていきましょう。あとは4972なんでね、まあ、これで、ちょっと爆発していくかなと思ったんですけどね。なぜかいけない。さすがジエゴコスタの劣化版が一緒に入ってたからね、どうしようもない。今回はダメでした。で、ここで、名前が、マジで名前読めなかった、ごめん、読めなかった、ごめんということで、最後に、あれですね、ジブリルシディベ、多分周りからジジって呼ばれてる、あ、シディベだった、ジシだった、終わったってことでね、ここでモリッツバイアを入れて44レベルにしていく、あと2レベルですね、これでもう本当、マイクラブコインももう使うことないですね、もう用なし、こっから例えば明日、FP ガチャ、ゲリラ FP ガチャとかやり始めたら、ちょっとビビるけど、まあ、そんなことはないですね。あ、てことで、実はペスリーグの大会出てました。チャンピオン隊とね、マイクラブので、そこの結果を見ていきたいと思います。ダダダダダッジャンってことで、4位でした。1位が、まあ、ある方なんですけど、ちょっと強すぎるんで途中でやめました。22試合でやめました。あと3試合できたんですけどね。ってことで今日は、これぐらいで終わりにしておきます。じゃあすいません、茶番すぎてすみませんでした。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。バイバーイ。